こんにちは。こんにちは。ありがとう。ハーフツインです。ツイン、そう。ツインにしました。イエイ。そう、なんかテロップを入れますね。はあ、なんだ。めい。あ、よろしくお願いします。ハーフツインしか。カタンってやつですね。ありがとうございます。皆さん、お昼休憩ですか？ポイントは、これのポイントは、あの大きめのゴムにして、ちょっとツインを分かりやすくしました。そう、ツインの人になりたいので。昼休憩中、お、ありがとう。わあ、昼休憩中に来てくれるなんて愛だね。メイクもしました。夕時間に、あら、本当ですか？嬉しい。ちょっとあのツイン引っ張りすぎて目が引きつってます今。面白い。そう、今日ツインにしようか迷ったんですよ。下のこのくて結ぶツイン、こっちか迷った迷った。これから衣装店行くんだって。いいな。今日から後半ですね。そう、生写真のあのやつも変わって、はい、おすすめなのでぜひ。キリッとの意味もいいね。あら、ありがとうございます。目が狐になる。私のサイン見た？え、嬉しい。ありがとう。あれ、なんか1回目細ペンで書いた時にインクが少なくって全然見えなかったので、後から太いペンで書き付け足したら、なんかカッ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 ってなっちゃった。いや、それもぜひ見に行ってみてください。ほぼ新規だけど、めっちゃ、ありがとうございます。嬉しい。ぜひぜひこれからも。今あの大きめに書いてるんですけど、ちょっと読めます？大きめ、大きめイメージ読める。お、じゃあここは、ここも読めますか？お、読める。よし、じゃあこの調子で書いていきます。めっちゃ、あ、よかった。そう、頑張って大きく書いて。私もともとの字が小さいから、そう、大変なんです大きく書くの。昨日に比べて、だですよね。ですよね、わかる。そうなんですよ。もう本当に視力検査か。あ、ちょっとやってみます？視力検査しますか、皆さん。じゃあ書いてきますね、視力。じゃあまず、はい、こちら。
合ってます。さつきちゃんいます。右正解。次いきますよ。いいよいいよ、皆さんいいよ。はい次。はい、さつきちゃん、お、ナイス。お、左大正解。皆さんいいですよ、目いいですね。はい、こちら大正解。はい、どうぞ。いいですね、皆さん、いいよいいよ、いいですよ。ちょっとこっからが、これちょっと微妙なところになっております。微妙なところになってきております。はい、正解です。さつきちゃんは OK。 お、いいですね。わかりません、早い。そのコメントもよしです、とても嬉しい。下です。はい、次はこれ大きさ難しいですね。これは見えないんじゃないですか。お、さつきちゃん正解。あ、上正解。おっと、よく見えるのだ、すごい。無理です。上です。めいめいしか見えません。あら、素敵。本当に書いてますよ。はい、ラスト。お、正解。無理。右、お、正解。わかりませんが多くなってきました。これ右ですね、右です。はい、ありがとうございました。面白い。そうなんです、右なんです。はい、これでね、どんどんみんなの目が良くなりますように。パソコン、確かにパソコンってすごく便利かも。ショールームで視力検査して。私も初めてしました。みんなの願いが叶いますように。あ、星、すごいすごい、タイミンググッド。スマホでは一応拡大、あ、すごい、拡大できるんだ。じゃあまあ有利っちゃ有利ですね。はい、こんな感じでした。あと何をしたら皆さんと一緒にできるかな。あとなんだろう、楽しい、やったー、しりとりする？しりとり、あ、じゃあ、えしりとり、えクイズ、
せっかく紙があるのでね、エクイズしたいですね。じゃあちょっと私これから、あーでも待って、これはできないか。なんか今考えてたのが、あのよく小学校の時にやってた、あの顔のパーツをあの一列に並べて、例えば頭の形だったら5種類ぐらいあって、で次に目の形も5種類あって、次に口の形も5種類あってみたいな、そういうあのパーツごとにいろんなものがあって、それをどんどんあの選んでもらって、最終的にどんな絵が人が完成するのかみたいな、それ私小学校の頃やってたんですよ。でもこれどうやって選びましょうどうしようか。なんか着せ替え人形みたいな感覚は、番号、確かに番号をつけたらいいのか。あ、それでアンケート使ったらいけるのか。あ、じゃあちょっとそれやってみます。ではちょっと書いていきますね。丸5種類やります。今でもまうまことするのしないで5種類も、ちょっと5種類かけるかわからないんですけど、ちょっと変えてみます。まず頭の形が、頭の形ってあと何がある？これか。5つ多い気がする。え、私も思いました。ちょっとでもその方がなんか面白そう。頭の形、すでに苦戦してます。仕事の間にちょっとだけ、ありがとうございます。今お絵かき中です。次、目はドラえもんみたいな目か、キュルキュルの目か、あとなんだろう、キュルキュルか、あとなんか目が死んでるまつげギュインギュインの人か。投票頑張ります。ちょっと待ってね。あとはあの人間の形の目か、あとはうわもう一人目難しい、なんかあ星にしとこう。星の目、はい、今こんな感じで書いてます。次、口、あ、点の目、あ、でもなんか三角のやつが点の目っぽくなったからグッドかもしれないです口は、やばい、 OKOK、への字か、あとなんだ、口、あ、ベロ出してるやつか、おーの形にか、あとは
ああ、かわいい。オッケー。はい、口はこんな感じね。ね、これまでこれもちっちゃいから見えるかわかんない。本当に私ちっちゃいんですよ、もう全くもう。あとな、鼻か、鼻。じゃん。あとは、あ、点点か。あと鼻、あとなんだろう、棒にしよう。あとは何だろう、目、鼻、口、頭。あ、髪型だ、髪型。髪型はツインテール。誰がハゲやねんって。ハゲハゲハゲちゃんする。かのロングストレート、あともじゃもじゃ、バカ殿のヘア。いいですね。あと何だろう、あ、ポニー、いいですね。じゃあポニーで決まり。 OK。 決まりました。頭、目、鼻、口、髪型、眉毛、眉毛。結構太めなあのへの字の眉毛と、あと平行眉毛と、あともじゃもじゃ眉毛と、あのワンちゃんの柴犬によくいるなんとか眉毛と、あとマロマヨか、マロマヨか。あとはめっちゃ太い眉毛。じこんな感じでどうでしょう。あとは何だろう、これでやってみます。一回輪郭はですね、あの頭にもう入ってます。これでやろう。はい、やってみましょう。じゃあまず投票、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 少々お待ちください。1、2、3、4。これできてますか？はい、頭の形を選んでください。
そうそう、仕事の、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、できてる、お、よかった。はい、顔です。じゃあ26分までにしますね。顔、顔じゃなくて頭、顔と頭一緒、頭の形、あのこことか、ここが輪郭で上が頭みたいな、頭かな、あれ顔あってて輪郭か。何のアンケート、今この一つ一つパーツを皆さんで選んでもらって、顔が完成します。どんな顔になるのかっていう、可愛くなったら成功で、変なお顔になったら失敗今頭の投票中です。ありがとうございます、コメント。そろそろ締め切っていい？あ、お、ほんとだ、26分だ。では締め切ります。お、2番が多いです。お、丸ね、はい、丸に決定、決定、はい、続いて変な顔はどうなんでしょうか。次、目の投票、これも28分までにしますね。丸顔シャン、初見ありがとう。でん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 、あ、すごい、これ番号のなんかビリヤードに出てくるようなボールが投げられてるんですね。面白い、すごい。マツパ行った直後みたいなのがあるそうです、まつげギュインギュインでやってみました。ビリヤードやりません、やったことないです。好きなドラマにビリヤードが出てくるだけなのです。目は28分、あと1分、チーカー、おー、じゃあキュルリンのやつですね。いいですね。はい、締め切ります。お、これも 2番、キュルリンだ。すごい、キルリン、5番が圧倒的少ない。ちょっと私4番をね、あ、4番下から2番目だったではもう一度30分まで。次は口ですね、口、おー、なんか3番が多いぞ。あ、デヘペロ、うわ、迷うこれに迷う、めっちゃ面白い、うん、面白い、これ楽しい。3番でしょうね、3番めっちゃ多い。みんな可愛くしようとして、ですね。でも可愛かったら2番じゃないですか。への方が可愛い気がする。1か3で迷った。あー、普通のやつか、テヘペロね、わかる、
可愛くしたい。お、完全にピンになる、間違いない。さてさて、おお、3がなんか多い気がする。5もかわいい、5もかわいい。はい、では締め切ります。3だ、3やばい。 44% すごい。こちらで決まりですね。はい、次お花。お花です。見えるかしら。花むずい、むずいですね。確かになんかいろいろ可愛くなりそうですね。3の存在感ちょっと一つはなんかやってみたかった。2番が視力 2.0 ぐらいの難易度、ちょっとね、点なんです。これ実は点です。どれが合うかな。これは32分までですね。あと1分。3番なんかリアル、確かに髪型で全てが、確かにこれあえてアフロとかちょんまげさん行ったら面白い。もう少しです。それは振りかな振りかも。誘導してます一応はい、32分になりました。集計します。3番。確定。2番と戦ってました。はい、ラストじゃない、髪型。番号投擲さん もう暴走気味髪の毛あるみで、あ、一応ちょっと鶴さんにはしなかったですね。試されるそばかれたい。おっと、4番見てみたい。ちゃまげじゃないですか面白い。かわいくなーれ。なんか笑える、面白い。5番多くないですか。あ、ポニーテールね。男性が楽しい、本当に楽しみ。2番はメイメイみたいな。ああ、そうですね、一応おろしにはなってます。はい、締め切ります。どうかな。お、ポニーテール、圧倒的だ。ポニーテールに決まりです。残念アフロさん、残念アフロさん。ではラスト、眉毛。
眉毛も一応あの重要になってます。結構眉毛ね重要ですよ。クマしかありえないよねって太眉毛。眉毛も地味に、結構影響すると思います。お化粧でもね眉毛がねめっちゃ重要。あと1分。みーちゃんの期待に応えるからね。振り振りかな。眉毛なしはないですね。ちょっと眉毛はいろんな種類が面白いのでやってみました。あと1分。どうかなどうかな。ストレーション、してました。はい、集計しまーす。お太まゆ大決定、すごい。たくさんの投票ありがとうございました。はい、じゃあ少しずつお話ししていきますね。まず頭輪郭はこれ、目がこれ、口がこれ、そして鼻がこれで髪型これ、眉毛これ書いていきたいと思います。あー面白い。口まではめっちゃ調子よかったね。絶対可愛いの、絶対可愛いのくれるだろうなって思ってました。はい、描いていきますので。眉毛やばいだろ間違いない。まあ、まず頭の輪郭が丸ですね。はい、丸が完成しました。大きく描いてね、頑張って描きますよ。で、目が出ます。前髪をまず先に、前髪を、なるほど、昨日あれでもこれ戻ってない、あれ、大丈夫、あれ、投票のやつも終了になってますよね多分。戻った、あ、よかった、よかったです、ありがとうございます。さてさて、どうなるかな。今ね髪の毛描いてます。可愛くなるかな。絶対可愛くなるなるかな。いや、まあ可愛くなってほしいですよね。だってもう可愛いもん、めっちゃ可愛いもん。
いい感じかも。まだ紙しか書いてないけど。はい、まあまだね、可愛いところしかまだやってないのでちょっとわかんないんですけど、ちょっとどんどん付け足していきたいと思います。え、やばいやばい、皆さんやばい、面白いね、さつきちゃん見てもうやばい気持ち悪い可愛くない、お鼻が、え、やばいいやでもめっちゃいいですよ、めっちゃいい、これめっちゃいいんじゃないんですかガチ、これガチ、でもなんかパーツを決めたからかいつもの私よりめっちゃうまく描けてます。そうや、髪型これで、ね、眉毛これで完成しました。大学生に間違えられたお姉ちゃんですかそうです行きます皆さんやばくないお姉ちゃん爆笑行きます、ドゥ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 、ここまでいいんですよ、ここまで行きますよ、じゃん、めっちゃいい、めっちゃいい、キモねえ、ほんとね、どうですか、似てますか、シュールなり間違いない、いい感じ、スクショタイム、なんか似てる、やめてくださいよ似てる、やだ似てる、やだ、似てね、似てなくないですよ、違うよ、似てたらやだ、丸顔は同じですね、丸顔は、ご当地キャラがいそうかも、なんか眉毛が一番結構きてるかも、おにぎりで作れそう、確かにはい、ありがとうございました、めっちゃ面白いものができました、はあ、面白くて熱いよ、本当に髪ルーム、やったー、眉毛と目の親和性がすごい、確かにしっかりね、いやめっちゃいい感じにできました、あの思ってたより、あのこうやって一緒に決められたのが良かったです、名前つけていいですね、どうしましょう、じゃあ丸なので頭の形が丸ピ、丸ピ、私らしく丸ピにいいんじゃないですか、丸ピ、丸ピでどうでしょう、丸ピ、
マルピ、まあ、ピアはあの私がよく使ってるのでちょっとピを入れて、で丸の顔になってるのでマルピで可愛くしました。名前だけでも、はい、ちょっと有名に出てきそうなお顔にはなってます。ぜひめでてあげてください。アイコンにしていい？ぜひ。め、え、なにこれ、ユーティゼータさん、え、なにこれ、めちゃかわいい、いい、ありがとうございます。かわいいやつ、え、すごい、ありがとう、ありがとう。花田マルピです。え、面白すぎる、思ってたより良かったです。アゲーン、こんにちは。天才だった。え、意外といけた。でももうすぐで1時になるので、あ、止まっちゃった。ごめんなさい、止まっちゃった。この企画良かった。あ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しい企画、え、よかった、嬉しい。じゃあこれからもね、ちょっといろんな企画できたらいいなって思います。アイコンにはしないですね。あのアイコン変えられないようになっていて、はい、壁車が、そうなんです、壁車は変えられないんです、すいません。だからドボンのアイコンとかあったらいいのにね、思います。ドボンだったらちょっとやってましたね。マルピのアクスタ待ってます。あ、じゃあちょっと全身も頑張って作りたいと思います。あ、じゃあ夜はあのマルピのあの全身バージョンしますか。そしたらアクスタ作れるかもしれないです、いつか現実にできるように。生誕ティー、それでしょ。あり、めっちゃあり。マルピ星人、はい、ちょっと好評で嬉しいのでさせていただきます。電車移動中でジョグジョグ、あー、ありがとう、嬉しい、ありがとう、来てくださって。じゃあスクショをタイムして、男女を読みして終わりにしたいと思います。ポーズポーズ、中学生ポーズして。やっぱこれじゃないですか。これだと思います。リンゴかじってるメヒメヒ、ブリコポーズ、マルピポーズ、これ私みたいになっちゃうな。天然ポーズ、
お姉ちゃんポーズして今こうやってやってた。テヘペロ。こんな感じ。こんな感じかな。こんな感じかな。服がお。スイカの残高足りなく解説されなかっためいめい。めっちゃいい。じゃあ、これが私のパスモですね。恥ずかしくなっちゃうんですよ私。あ、すいませんめっちゃすいません言います、後ろの人に。もうあれとっても気まずいんですよ、ごめんなさい、してます、いつも。メイメイなら許せる、あ、ありがとう。後ろ詰まっちゃうの本当に、あれもう結構本当に申し訳なさ出て結構やむ。あれ世界一ですよね、皆さん経験ありますが、やむ、結構やむ、非常に焦る、間違いないです。ねえ、あれ結構非常に気まずいですよね、わかる。ない、すごい、準備周到。曜日周到。あーもう曜日周到でしたって。ありがとうございます。はい、先ねツッコミナイスだって。さあ、つきちゃん、なーに。おもろすぎる。ちょっと、よい周到でしたっけ？よい周到、ちょっと頑張ります。私が頑張ります。はい、では。あと7分なので、え、でも準備周到絶対悪くない？ない？なんでよ、会ってよ、めっちゃ会ってほしい。ないのか、悔しいぜ。はい、ではお読みさせていただきます。13位、ガミさんだ、ガミさん嬉しい、ヤッホー、ありがとうございます。12位、チェッカー、まなみちゃんありがとう、嬉しいだけ。11位、札幌のエイジさん、あら、またもありがとうございます、ありがとう。10位、ドラガンさんありがとう、クッキングの私ですね、絵文字が、ありがとう。お、9位、無人島に一つだけ持っていけるなら絶対めいちゃんアクスター、ありがとう、いつもお供ありがとうね、ありがとうございます。続いて8位、まこっちゃん、まこっちゃんありがとう、ありがとうございます。なんか8が難しくなった、こうか、ありがとう。7位、マロシャンありがとう、ありがとうございます。6位、
浩平さん、浩平さんありがとうございます、ありがとう。5位、ヨスさん、ヨスさんありがとうございます、ありがとう。4位、ヨシさん、ヨシさん、ヨシさんもありがとう、星ありがとうございます。3位、リュウヨンさん、ありがとう、絵文字変わった、これからこれに、ありがとう。続いて2位、カズくん、2位が多い子だ、ありがとう。2位が好きなのかな、綺麗な2位だからかな、ありがとう、ありがとう。出かけ企画も司会もありがとう、楽しかった。1位、ゆうてぜたさんありがとう、めっちゃコメントありがとうございます、楽しかったね、ありがとう。はい、それでは65位、ディンさん、あ違う、斉藤さん、今変わった、ダブルだからラッキーだね、ありがとう斉藤さん、ありがとうございます、ありがとう。ではもう一人ランダム、56位、ガンプさん、ガンプさんありがとうございます、ありがとう。はい、ありがとうございます、とってもありがとうございます。真似して数字やったら釣りかけたあの結構釣りますよね、これ7とか結構釣ります、釣りやすい感じ。あとは5とかも結構釣りやすいかも、2も結構釣りやすそうな角度です。マルピのおかげで午後も頑張れそうマルピじゃなくて私だよ、ありがとうございます。はい、ちょっとお知らせを挟ませていただきますね。今絶賛AKB48 10枚目アルバムの写真ツーショット写真会のね、受付がね、されてるので、ぜひ私の X を見ていただいたら URL 飛べると思うので、ぜひ会いたいと思った方ぜひ待ってます。そう、4時、受付は16時4時からになっちゃうんですけど、よかったら見ていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。皆さん、そう、ちょっとお知らせあったと思って、ありがとうございます。会いたいな、ここへ、大声でいいんですよ、大声、大声ダイヤモンド。おすすめの日は11月23日の3部と、あと12月22日の7部です。今この2つがおすすめになってます。はい、まあ、全部おすすめなんですけど、もうすぐで完売しそうな部がこの2つなので、よかったらお願いします、待ってるね、ありがとうございます。今日の夜は猫耳ちゃんします、お楽しみに。いろんな猫耳を用意してるので